皆さんこんにちは、新年早々なんですけども、今日はですね、バン TV さん、バンドさんですね、バンドさんがすで、にシンプル、BGC、シンプルブラスレスジンバルコントローラーのですね、ちょっと英語が苦手なんで、かなり敷居が高かったんですけども、シンプル BGC を落としてきましてですねちょっとこの正月休みの間にですね、DS1 これですね、ブラスレスジンバル、3アクシスブラスレスジンバルの、最適化をですね、この V コントローラーを通してちょっとやってみようと思ってます。ちょっとピントが合ってるのかな、見にくいかもしれませんが、今ノートパソコンの方でね、シンプル BGC の、ダウンロードページを落としてます。落とすのはこいつですね、 2.50B3 っていう一番新しい最新バージョンで、GUI 括弧 Windows OS X Linux、シンプル BGC GUI、2.50P3 チップ、これを、ダウンロードしてきました。シンプル BGC、起動するとですね、こういう画面になってます。もろにやっぱり英語ですねですね、まずは日本語でも表示できるそうなので、メニューバーが左からファイル、ボード、ランゲージ、ビュー、ヘルプとなっているんですが、このランゲージのところを見てみたいと思います。そうするとですね、今出ましたように、デフォルトがイングリッシュですね。で、次は読み方すらわからない、ダッチっていうのはドイツ語かな、それからフランス、チャイニーズ、プロシギ、イタリアの、チェスキーってどこの国なんだろうね、わかんないんだけど、で、セベンスか、これもわかんないですね。で、一番最後にジャパニーズってありますんで、これにチェックを入れてみたいと思います。そうするとですね、クエスチョンダイアログが立ち上がりました。アプリケーション should be restarted to、reflect、reflect ですね、reflect changes、変化を反映させるためには再起動ということなんで、今レイターがデフォルトで選択されてますけど、EXIT を押してみようと思います。そうすると、一旦シンプル BGC の GUI は終了したんですけども、これをさらに、再起動かけてみます。ローディング、やってますね。おお、しっかり、ファイルボードランゲージはなぜか英語のままなんだけど、ビューヘルプと日本語表示されてまして、で、そうですね、ちょっと画面小さくしようかな。今ね、実際にですね、シンプル、DS1 の方と、PC の方は USB で、接続してます。ですね、そう、見せておいた方がいいのかな。ちょっとまだ今、FZ線の電源落としてる状態なんで、レンズが一番縮んでる状態なんで、ちょっとバランス悪いんですけどね。ここですね、ここにですね、付属でついてきた充電用にしか使ったことなかったんですけど、マイクロ USB がこっちの先になってるもんね。それから、USB が PC 側、このなんていうのかな、キャリブレーションボタンのすぐ横にあるところの蓋を六角レンチで開けまして、PC とつないでます。ですね、見えますかね、接続と書いてあるところの下に、COM3 っていうのが出てます。これが多分、USB ポートのことですね。で、それで、接続っていうボタンが書いてるんで、接続と書いてるボタンがあるんでですね、これをまず一旦押してみようと思います。それで今電源 DS1 の方は切った状態なんですけども、一旦接続して、なんかこの辺のメーターですね、ピコピコ動き出してますね。一番重いのが何なんですかね、これ方向みたいなのが、西東っていうのが書いてるんだけども、これ陽なのかな多分、これが陽でロール
でピッチ、上から順に要ロールピッチの、パラメータの現状が出てるんですかね。で PID コントローラー設定、この P と I と D っていうのをちょっと調べないといけないですね。それからモーター設定、センサー、適用 PID、 ゲインコントロールっていうような大きく4つ並んでて、下のところにこれか、ここに説明出るんだね。 PID は最も重要な設定です。詳細な設定方法についてはリファレンスマニュアルを参照してください。まだね、マニュアルとかほとんど読んでない状態なんですよ。で最初にやりたいのがですね、バックアップですね。現状の現状のプロファイルのバックアップを1回やりたいと思ってますんで、これ読み込んだ状態なんで、その方法をですね、ファイルセーブでいいのかな、エキスポートとかあるといいんだけども、セーブオールプロファイルスツーアファイルっていうのがありますね。これちょっとやってみましょうか。ファイルとして保存、立ち上がった、プロファイルスのところに出るんですね。で、All Profiles って書いてあるんで、よいしょ、いつもまあプログラム作るときとかもこれでやってるんですけどね、ORG、2016年、1月2日としてアンダーバー、とりあえずね、この形でプロファイルを一旦保存したいと思います。一番上のこの、方位磁石みたいなのはどうやら、パンですね、パン軸がどっちの方向を向いてるかっていうみたいですね。動かすと一緒に動きますので、この矢印向いてるところは今向いてる方向なんでしょうね。なんでこう触れてるのかっていうのがちょっとよくわかんないですが、でロールですね、これはですね、赤い位置がここに本来なきゃいけないんですかね。よくわかんないですけど、今これ見た目には、DS1 の方はちゃんとロール軸に沿ってるようなんですけども、真上だから向いてるんですけどね。で次ピッチですね。ピッチも、あ、この青い矢印が現状位置なんですね。これでちょうど、ピッチ取れてる状態ですね。DS1 側のもう一回入れてみます。どういう風に変わるか、全部終えるかどうかちょっと分かんないんですが、一回見てみます。おお、あー、そっか、線刺したままだからダメだね。モーターオフですね。ダメだこれ、暴れちゃった、入れたままでやるのはちょっと辛いですね、一度ねここでちょっと、マニュアルをもう一度読み直してから、続きやりたいと思います。一旦止めておきます。以上です。ですね、さっきね、電源 PS1 の電源入れた途端にちょっと暴れちゃったんですけど、考えてみれば USB がね、ちょうどジンバル の台につなぐようになってるんで、それが邪魔してたのかなとは思ってるんですけど、マニュアル読んでるとですね、ワイヤレス接続ができるみたいですね。ちょっと英語あんまり自信ないんであれなんですけど、ちょっと読んでみますと、ワイヤレスコネクション、to connect you can also use a wireless connection through a Bluetooth to serial converter on the board side and USB Bluetooth adapter from the PC side. Your PC may of course have built-in Bluetoothon the board side working converter for example HC-05 HC-06 Spark Bluetooth MIRF and other Bluetooth 2.1 compatible modules the converter should have the least 4output GND plus 5 volt RX TX and it attaches to
regardless, regardless of the board、labeling, the board pins a TTL logic、hyphen not RS232、ですね、現状、今使ってるノートパソコン自体は Bluetooth の仕組みを Bluetooth インターフェースを持ってないんで、すぐに試すことはできないんですが、持ってればですね、どうやらですね、DS1 自体には、Bluetooth 通信の仕組みはないと思うんですけども、Bluetooth to Serial Converter っていうのがあれば、無線でも、接続ができるのかなという気がちょっとしてます。ぜひね、挑戦してらっしゃる方があったらまたちょっと、きっかけを作っていただく動画を上げていただけると、まあ、自分でやれっていう話なんですけどね、なかなかちょっと、よくわかんないところが多くて、これだけだと、手のつけようがないなっていうところなんですけど、では、もう少し、マニュアルを読んでいって、なんとかね、自動調整機能ね、バン TV さんが動画で上げてくださってた、そのあたりを、理解できればなと思ってますね。もう少しマニュアル読んでみます。ですね、シンプル BGC を使うにあたってですね、シンプル BGC の、最初の簡単設定の画面で、PID コントローラーっていうのが出てくるんですね。で、この P と I と D って何なんだと、そもそも、私制御の方はあんまりこうやったことがないもんですから、基本的なところは分かってないといけないっていうんで、ちょっとググらしてもらって、理化工業株式会社さんのページ今出てるんですけどね、ここに、まあ、分かりやすい説明が出てたんでちょっと読んでみましょうか。温度制御をはじめとした各制御に用いられる一般的な制御方式として PID 制御がありますと。今回はこの PID 制御の各要素、 P 比例制御、 I 積分制御、 D 微分制御について、それぞれどのような働きをするものなのかを比較的馴染みの深い車の運転を例に説明したいと思います。高速道路の料金所で一旦停止したところから時速 80km/h で巡航運転するまでの操作を考えてみてください。まず速度 0km/h から目標とする時速 80km/h までの差、制御では偏差と表現するが大きいため、アクセルを大きく踏み込みますと大きな出力を加える。このように目標との差の大きさに比例した操作を行うことが比例制御P に相当します。で、車が加速して時速 80km/h に近づいてくると、このままの加速では時速 80km/h をオーバーしてしまうと感じてアクセルを緩める操作を行います。このように速度の変化に、対してそれを抑えるような操作を行うことが微分制御 D に相当します。で、最後に、時速 80km/h ぴったりで走行するため、微妙な速度差をなくすようにアクセルを調整します。このように目標とする速度との差、偏差をなくすような操作を行うことが、積分制御 I に相当します。なんかね、この積分制御と微分制御ですか、 D と I の差っていまいちちょっとピンときてないんですけども、まあ加速度つきますからね、走ってることに加速度も、増量していくんで、結局それを抑えるのが微分制御で、で、まあ、巡航速度は 80km に入っている状態での、偏差をなくすのが積分制御 I なのかなと漠然とは思ってますけどね。比例制御は分かりやすいですよね、分かりやすいグラフを書いてくださってるんですけど、まあ、80km まで一気に、ね、加速していく。で、このまま直線でいくと目標をオーバーしてしまうので、ここで抑えてるのがこれ、微分制御なんですかね、 D だと思いますね。で、まあ、巡航速度に入ってからアクセルの微調整をしてるのが I、ということみたいですね。まあ、これだけ読んでもね、実際にじゃあパラメータどうやるのが一番適正なのかっていうのがちょっとわからないんで、ですね、まあ、ちょっとこのシンプル、BGC
GUI を使ってですね、この自動っていうところで最適化ができるかっていうのをちょっとやってみたいと思います。ですね、実際にですね、シンプル PGC を使った自動調整を、始めるにあたって、その前にダイナミックバランスをね、できるだけちゃんと取っておきたい。でそれからあと、この懸念だったね、チルトの軸と、要はロールネスで、ロール軸とアイカップとの、フゼット線のアイカップとの接触、ナクセルギリギリのところでですね、なんていうんですか、パン方向の、バランスが取れるように、ここにちょっと重りをつけてます。もう家にあるね、適当な部品ですね、くっつけて重りにしたんですけども、で、まあ、これで、電源入れますと、 FZ 線の電源入れますとね、まあ、ほぼ、まあ、どうしてもこの USB ケーブルが今ついてますんでね、その分差し引いても、まあ、これでダイナミックバランス取れてるんじゃないかな。少なくとも前後方向、要はピッチの方ですね、ピッチの方向は取れてるんじゃないかと思います。ですね、 PID コントローラーの自動調整です。今 DS1 の電源はオンにしている状態、それで自動制御、自動調整、パラメータ調整やってみようと思います。PID オートチューニング設定、自動っていうボタンを押しますと PID オートチューニング設定っていうダイアログが立ち上がります。で、より高い安定性、より高い精度、要は遊びの幅を決めるパラメータみたいなのが最初にありまして、で、どの軸を調整するのということで、ロールピッチをそれぞれ3つにチェックを入れてます。で、初期値の方ですが、これデフォルトでは現在の値からスタートだったんですけども、0からのスタートにしてしまいます。で、GUI に進捗を表示、ログを出力、それぞれにチェックを入れて返してみます。それでは PID の、自動調整やってみたいと思います。今ですね、うちのメーターは陽軸がなんか回ってるような気がするんですけども、実際にはですね、ロールピッチをそれぞれについて、P の値、比例制御の値ですね、これが今パラメータの方、1ずつですね、値を上げていって、最適な場所を探っているようですね。今120ぐらいですね。なんかこの白い針の一番上の語彙の白い針の触れ方が微妙になってきてるんで、そろそろ最適な場所に近づいてきてるのかな。今190超えましたね、はい。P が200を超えたところ、ロールピッチをそれぞれ全部、同じパラメーター、いいのかこれでねちょっとなんか微妙な気がするんですけどね。今ですね、I ですね、これが積分制御だっけ。で、積分制御のパラメータの調整に入りました。はい、0.7、0.8 ですね、今。で、それぞれロールピッチ用とも同じパラメータです。P の方はですね、203、ロールピッチ用とも203で止まってますね。これもまた、ね、一番上のこの方位磁石みたいなのがついてるのが、白いのが微妙な調整に入ってるようですね。もともと積分制御というのは先ほど の参照させていただいたウェブの方の説明だと、目標速度に達してからのね、安定させるための制御だということ、速度、目標値を安定させるための制御だということなんで、そもそもがまあ細かい調整なのかなとは思ってますね。積分制御の値が 1.7 なので、ロールピッチ用とも止まってから今度は再度、P ですね、比例制御の調整に入っているようです。比例制御が終わって今度はまた、積分制御に戻ってきてますね。どうやらこういうのを相互に試してやっていくのかな。微分制御はどうするんだろうっていうのがちょっとあるんですけども、これがないと逆に、ね、
タビライザーなので揺れの反動で戻す力が大きくなりすぎるような気がするので、ね、微分制御って多分スタビライザーだとそういう風に働くと思うんですよ、 D のパラメーター。でこの D のパラメーターがゼロのままっていうのはちょっと気にかかってますね。さっきから比例制御と積分制御、この双方について、繰り返し調整を行っている状態ですね。今 D が203で I、積分制御の方がやっぱ 1.77 で、あれ D の方は0のままなんだけど大丈夫なのかよ、おいっていう感じなんですけども、まあ一応これで止まってるんで信頼することにしたいと思います。引き続きですね、モーター設定の方にも、自動っていうのがあるんですね。でロールピッチ4モーターそれぞれについて、パワーを設定していくみたいなんですけども、これの自動設定もちょっとやってみましょうか。あれ自動ボタンを押しても何もなんないな、何もなんないですね。よくわかんないな。あ、なんかやってますね。ピッチ軸がやたら回り出してます。これもう設定やってんですかね。これダイアログ出てこないんで、なんかやってんのかやってないのかよくわかんないな。終わったらどうやってわかるんだろう。おーっと、今度は一番上のメーターが回り出しましたね。4モーターなの、値はですね一切変わってないですね。おお、これで設定終わったんですかね。はいはい、ロールとヨーが反転勝手につきましたね。はいはい、どうやらこれで設定終わったようですね。はい、ピッチだけがなんか晴天になってますね。これで合ってんのかな。よくわかんないんですが、おお、なんか赤いグラフが相当あってるんだけど、これモーターの負荷ギリギリっていうことなのかな。どうもこの部位の見方がよくわかんないですね。バッテリーがちょっと少ないのかな、やばいのかな。もう一個ですね、自動設定で、センサーの自動設定っていうのがあるみたいです。これでいいのかな。和軸マイナス Z、右マイナス X ってなってますけども、ちょっとよくわからないんですが、これでオート、やってみましょう。This will help you to find the proposed operation of the IMU sensor. Level a platform where sensor is mounted and press the next button ということで NEXT で、ロールプラットフォームウィザセンサーライト、When looking from the camera's backside、カメラの後ろ側から見て by 90 degrees 90度 and fix it for 3 sensors って書いてますね。でも、DS-1 の方は全然動いてない状態、電源入れとかないとダメなのかな。ちょっとモーターオンにしてからやらないとみましょうか。一旦キャンセルします。モーターオンで、これでもう一度やってみましょう。自動、動かないですね。あ、そっか、このアプローチとってちょっとよくわかんないですね。これ一切パラメータ動かない状態、やってるんだかやってないのかわかんないですね。これはちょっと調べてからやった方が良さそうですね。あと起動時のジャイロ補正をスキップ、これだけちょっと入れておきましょうね。でこの状態でですね、一旦ですね、書き込みを置くんかな、ボードへ現在選択時のプロファイルを書き込み有効にしますっていうことなんで、DS-1 の方に、今、このシンプル BGC の方でね、計測した値を書き込むには、
どうやらこの書き込みボタンを押すことになりそうですね。おお、書き込まれたようですね。じゃあですね、これで一旦プロファイルも、保存しておきましょう。プロファイル名は FZ1000_O_2016年1月2日_プロファイル1として、保存しておきたいと思います。はい、じゃあこれで、一旦、シンプル BGC の方、載せて、今日はねとりあえずここまでね、なんか理解あんまりできてないんでね、あんま続けるの怖いんですよね。じゃあ、このスベリーから、切断して、あ、保存が今出たんだ。これ保存用のダイアログですね。はい、ワーク保存しときましょう。保存、このファイルを本当に上書き、ファイル内容、上書きと。はい、じゃあこれでプロファイルも残せましたんで、一旦これで、コムスリートの、接続を切断しましょう。はい、じゃあこれで、実際にね、ちょっとマシになってるのか、BS1 の方単独で、ちょっと動かしてみたいと思います。ですね、自動最適化、やってみたんですけど、どうも結果が芳しくなくですね、プロファイルを書き換えて、DS1 を起動するともう暴れまくる状態です。でですね、ちょっとまあマニュアルをじっくり読んで、その上でですね、細かい設定はするとしてですね、意外とですね、5D 用の設定、イサさんのブログの方に上がってるんですけども、こちらの2番目をね、読み込ましてみたんですよ。そうすると、まあ、結果的に、まあ、よく分かってないんですが、まあ、微振動とかあんまり起きなくなったんじゃないかなと思ってます。ですね、 5D 用の、設定読み込ましたのはこちらなんですけども、ちょっと起動してみましょうかね。載せるにあたってちょっと苦労しましたね。ここなんか変なクリップとかついてると思うんですけどね、やっぱりどうしてもね、ロール軸とアイカップの接触っていうのを避けてね、ちゃんとしようと思うと、ちょっと後ろ側に重心を持ってこないといけなかったんで、さっきの部品にさらにこういうクリップをねつけてダイナミックバランスを確保してる状態です。じゃあこれでね、ちょっとつけてみましょうか。どんな感じになるか、電源じゃあ入れてみます。重いカメラ用のプロファイルを読み込ましたせいかもしれないですけど、微振動しなくなりましたね。まだね、ちょっとなんか水平がちゃんと取れないなっていう嫌さがあるんですけども、これはちょっとね、マニュアルの方を勉強しながら、おちょっと暴れたね今ね、やってみようと、何ですか、取り組んでいってみようと思います。ただモーター音は本当に静かになりましたね。はい、これだったらちょっと安心して持ち出せるかなっていう感じです。以上です。ちょっとね、まだまだこれからもね、ちょっと頑張って、やっていかないとなかなか使いこなすの難しいですけどね、それだけにまた面白さも格別という気もします。それでは